という印象。ハロー、こんにちは。BCSL ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロエルことフミヤッチョです。今回はですね、アイコンズ2022の、チームフラッシュ対 E1 の試合の2試合目を見ていきたいと思います。あとは間違えましたね。ゲストにね、今日も1戦目と同じく、この方に来ていただいております。どうも、こんにちは。USG 所属、バロンレーンのラークです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でね、もう最初に言ってきますけれども、こう概要欄の方にね、こうラーク選手のツイッターの方のね、URL 載せておきますので、よかったらそちらの方フォローよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ということでね、試合を見ていきたいんですけれども、軽くちょっとチームフラッシュと T1 についてまず触れておきますと、チームフラッシュが、ベトナム代表の1位と、T1 が韓国の3位となっております。で、試合始まりますけど、ちょっとね、軽くね、ラクタンにね、なんか世界大会どうだったかなみたいなのも聞きたいんですよね。いや、もう正直めちゃくちゃ充実してて、ホテルの場所とかは結構内緒になってるんだけど、ご飯とか部屋もすごく良くて、何より、現地に来てる他のチームの人と交流したりとか、現地に来てるチームとスクリームをたくさん組むことができて、すごくためになった、身になったね。練習、1日どれぐらいスクリームしてたの？日によるんだけど、大体、お昼の1時からとかで、6チームとか5チームとか、マジで1チーム2試合くらいで、そのぐらい、夜まで12試合も1日やってたんだ。そうだね、平均すると多分それぐらいかな。やばもう休みはなかったね。やばいね、それは。そりゃ強なるわ。周りのチームも多分やってるから、それだけスクリーム組めるし。いや、そんなもうね、これ以上強くなられました。BC スウェルとしてはちょっと困りますけども。すごい楽しかったです、練習も。やっぱ楽しんどるのがいっちゃえから。いろいろ。街並みとかも綺麗だし、シンガポールめっちゃ綺麗よね。めっちゃ綺麗。設計が綺麗だ。地下鉄乗った？地下鉄。いや、乗ってないけど。乗ってないか。めっちゃ綺麗なのに。いろいろ行きたいとこあったんだけど、さっき言ったみたいに練習多くて、なかなか。そうか。最終日にちょっと観光したぐらいだもんね。そう。っていうね、雑談も含めつつ、バンピックの方ね、進んでおりますので、軽く見ていけたらななんて思っております。で、バンピックは、特に先ほどと変わらず、カミール・ジグスで、ルシアン、さっき T1 がやってきたルシアンをバンして、T1 としては変わらず、セナ、ジェイス、カルマと、ところで、ファーストピック、そうね、後期めっちゃ大事にしてるね。カミールを取らずにバンして、後期をアスピするっていう。確かにさっきの話だと、レッドサイド側はカミール確定バンみたいな。そう。だけど、自分でやって、じゃあ後期を優先したっていう感じで。そうだね。ではジャングルは割とより取り緑かなと。カジックスもあるし、リーシンもあるし。というところで、まず、T1 はウーコン、フレックス効くウーコンと、本当にエンゲージに全振りしたラカン。そうだ、集団戦もとにかく強くしようと。レンからのスノーボールが難しかったから、集団戦も強くしようとしてるのかな。そうね。で、それに対して、やっぱね、さっきのね、リーシンのパフォーマンスもめっちゃ良かったからっていうので、DF は取りますよね、リーシン。フレッシュなんだ。これ結構アリスターだったり、瀬戸だったり、カウンター、グラガスもか。結構いっぱい選べるけど。そうね、瀬戸とかも全然余ってるし。でもこのリーシンスレッシュって取った時のこのゲームテンポの速さ、パワーはやばい、マジで。やっぱしかも世界大会に出てるレベルのスレッシュなんてもうバカみたいにうまいからやばい。どのチームもめちゃくちゃ上手にスレッシュ使ってる。いや、しかもこのバルス合わせるのも強いから、T1 としてはバンもバルスをちょっと視野に入れないといけないんじゃないかなと思うけど、T1 はリベンを取ったというところで、ちょっとこのウーコンとリベンでフレックス効きすぎてて。そうね。一応リベントップの方が濃厚ではあるけど、
まあ、どっちでもいけるね。なんならミッドまで見れる。レネクトンを T1、まあ、T1 ファーストピックで、まあ、トップで強いレネクトンバンしつつ、もう TF 側がバルスをバンするんだ。ちょっとわかんないな。ここ珍しいっすね。うん。いや、バンピック読めない、これ。まあ、3つ目でトップ取って、カウンターのトップをバンするみたいな。うん、ああ、はい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 。バルスバンするんだね。ね。まあ、T1 ね、誰がトップ行くかもまだ一応ようわからんし。まあ、ADC も取れてないから、うん、シンジドめちゃくちゃ刺さってるからしたね、うん、シンジドもさ結構罠ピックみたいなとこない？いや難しいけどうまく使えるチームだったら、マジで化け物だね。結構どう運用する？ウォートを、まあまあちょっとその運用方法について知りたいわ。シンジドのシンジド、うん、いやなんか、うん、まあハルブレに抑えられるじゃん、どうしてもミッドの、うん、ウェーブクリアきつくてサイドに出るのも難しいんだけど、うん、ギャングのセットアップがまあミッドレーンでも強いしサイドレーンでも強いのと、うん、もうそうやってギャングセットアップで育てることさえできれば集団戦で意味わかんないぐらい強い、ね、うん、確かにね、うん、育った新人は見たくないもん俺。止めらんない集団戦強すぎて。まあじゃあやっぱそういう、じゃあ普通にまあレーンもまあちょっとまあ無視というか、相手が強くと、強くても割とまあ無理してプッシュもできるし、でサイドにも出れてガンクセットアップできて集団戦強いっていうところで新自動が。そうだね。うん、で本当に運用が難しいんですねっていうところで、まあちょっとピック進んで、ちょっと T1 が BF で、で TF がアッシュとシェン。で T1 は最後にアーリを取ると。ああ、でこのアッシュ珍しいっすね。アッシュ。フレッシュで、うん、まあ、レーンを拒否しながらやる感じになるとか、まあ、レーンは強いから、そうね、うん、めっちゃレーンも強いし、やっぱこうブリンクないからアッシュって、うん、フレッシュでカバーしてあげてっていう感じで、であと T1 がこれアーリと TF 取るっていうあ、チームフラッシュと TF、 あのツイステッドウェイですね。ちょっとわかんないっすあんま使うチームないから TF ボット。そうよね、 TF ボットなんてなんか一時期や NA でちょっと流行ってたからみたいな、 AD 系の、うん、ハルブレ持つのか AP 行くのか、うん、分かんない。あ、まあ、あとあれかな、やっぱあのミッドがサイドに出るから。ああ、そうかもね。でボットがミッドに入るから、その5レベのタイミングで有利取るんじゃなくて、中盤のこのサイドでのアクションっていうところでツイステッドフェイトなのかな。まあでもね、あの逆にチームフラッシュはこのアッシュのねクリスタルアローがグローバルルートなんで、うん、うん、でボットだったり、まあそれもミッドに置いて途中から、まあ、サイドに振ってリーシンでやっていく、プラスやっぱこうシェンもいるから、うん、シェンもいるね、うん、逆サイドでこうカウンター合わせられても飛んでこれるっていうところで結構こう自由に、うん、でアッシュミッド、アッシュミッド、アッシュミッドとはたまにスクリーム相手がやってきてて、はいはいはい、練習してるチームもいるの？いるっちゃいるんですけど、まあ、アッシュミッド、本当にたまに。サイドどう出るんこれ。後期でハルブレじゃないんだこれ。後期ハルブレ積まないのかな。ねえ、これ、アッシュ9、1スキ取りしてたし、もう なんだこれ。ちょっとわかんないっす。正直。でしかもね、B、もう、ボット TF だし、なんじゃこの試合。すごい。の。まあ、ミッドで置いとけば、レベル5が早いから。あ、そうね。それで。そのタイミングでもう、クリスタルアローで再度散らすって感じなのかな。まあ、トップレーンとか、ボットレーン助けて。うん。そういやでもこれ2枚に当たったら TF 強いんだよね。そうだ、いやね、そうで羅漢に2万ノックアップはちょっと引くべき、うん、まあ後期いい当て強いんだけど、うん、あの時間帯長い殴り合い、はいはいはい、TF もいい当て強いよ、ね、そうよね、シンプルに強いし、もしかしたら結構いいのかも後期とかに。うーん、謎ではある。
PC のビルドとか、まあ、サイドにも出れる可能性もあるしってことなのかな、うん、はい、いや面白いピックですねマジで。どこより活用しやすいのかなと。でお互いまあカニはサイド側を取って難しいところではあります。全員強い。いや。に対していや。いや、うますぎるかも。いや、これフラッシュ落としちゃったから、TF が。もうリーシのフラッシュの速度も速い。いや、これ、リーシに2キル今。そう、やっぱり、うわさっきと同様に、うん、ウーコンジャングル、序盤の力がちょっと低いから。うん、まあレーンが多少主導権持っててもどう？いやでも赤側か赤側取った。でもまた？今のフラッシュに対して。次やばすぎ。やば、いやこれ俺だったら心折れるけどこれ。まあそうよね。こんな。やっぱミッドアッシュが強いんだな。ミッドアッシュがずっとプッシュしてて、アーリがボットに関与できないように。あまあそのレベル5までは確かに押す。あと確か本当だ、足も今ウルト打ったのかこれ。そう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 、だしさっきのアクション一歩前のアクションもずっとアッシュがレーンの主導権握ってて、でラカもミッド気にしてるんだよねこれ。ミッドの主導権取られすぎてて、だから直接来なくてカバーできてないし、アーリも動けないし、まあウーコンもなかなか、うわえぐ。アッシュミット強いのかも。アーリーに主導権取れるんだね。プッシュ主導権。まあ、レベル5までは確かにね。取れそうだけど。5レベルのタイミングがそうか、早いのは強いけど。アッシュミットがいっちゃん強いっす、このゲーム。アッシュミットいっちゃん強いっす。アッシュミットがいっちゃん強いっす。いっちゃん強いっす、これ。1対3してるって今。足を止めなきゃってなってるもん。もう T1 が。いやえぐ。TF が。いやこれ結構もうボット破壊されすぎて、もうレーン入れなくて。うん、やばい、もうタワーが。涙出てるな。いややば。えぐいなこれ本当に。やりた。すごいね。俺やっていい俺。いや、やりましょう。BCS で練習してくださいよ。ちなみにあのね、アッシュボットは僕めちゃめちゃ練習してたんでね、得意ですよ。ガッチャさんがミッドいけますか？うん、いや、てか俺もアッシュ日本で一番うまいって自負してるから。マジか。うん、動画もめちゃめちゃ上げてるんで、アッシュ。マジか。うわー、でもこのスカウトウォークも強いなー。アッシュが主導権取ってるのがいっちゃんやばい。やばいで、ないこれ。いや、まあ、そんなことなんのか、これ。すごいね。こんなのがあるんだね。なんか、本当に、オフメ、なんか、ポケットピックというか。結局、なんか、レーン強い、なんか、後期だったり、まあ、ゼドだったりとか、で、対面に仮に勝ったとしても、そこから動かない限りは何もできないけど、うん、アッシュだったら、まあそうよね、勝っていいとウルト3スキか3スキと4スキ飛ばしてれば味方の助けになるから、うん、まあしかもアシストもねそれで取れるし、何よりでもこのリーシンってのがえぐいね。このそうね、序盤パワー高いジャングルと合わせて、うん、足もめちゃめちゃ速いし、見込めますからね。そうですね、捕まえられるか。いやこれリーシン一人で圧かけすぎじゃない？だからバルスバンしたんだね。後でウェーブ消してくるチャンピオン。ジグスもバンしてたし、残ってるバルスを消したんだね。で、TF が出てきたのはちょっとわかんないけど。僕は主導権ってとこで。うん。いやー。うますぎはする。いや、ちょっとリーシー育ちすぎだよ、ね。うますぎはする。うわー、えぐいな。これはえぐいな。もうなんか、まあそうよな。やっぱこんだけキル取ってたら、もうそんなウルト打ったら終わるよな、リーシンが合わせたら。うまいな。いや、これ、レーン勝ったのに、TF、あの、ツイステッドフェイト。なんならトップも勝ってたけど、第一、かなりお金差つけてたし、押し込めてたんだけど、なんかもうアッシュとリーシンがもうサイドレーンを破壊した、これは。2枚やん。
すごすぎる。ウーコンに入ってカウンターするけども、いやもう飲み込まれてるよなこれ。いやリーシンよ。あ、リーシンのはシャットダウンは一応取れたのか。一応リベンが、うん、いや一番うまい、一番うまい。3秒スタンやってそれ止まらんよ。いやエグ行くのこれやば。楽しくなってるもん。いや、アッシュのマクロってな、俺 BCCL も結構練習はしてたんすけど、ここまでなるんだ、極めると。まあ、逆にね、これアッシュはもうミッドにずっと鎮座しとるだけでええけど、そうね、アリはこう動き回らんといけんから、やっぱお金さんもつくよな。逆、例えばアッシュがボットにいてボットに後期だったら、うん、例えばボット勝たそうと思ったら、うん、アッシュプラスサポートプラスリーシンの3枚になっちゃうけど、うん、この状態だったらボットもトップもプラス1枚でアクションすることができる。そうね、チェーンプラスリーシンプラスアッシュのウルトと、うん、後期プラススレッシュプラスリーシンプラスアッシュのウルトっていう感じで、うん、めっちゃうまく。リーシンがこうファームしてファームし終わったからちょっと暇だなみたいな、でタイミングでもそのそっちいる側にウルト打つだけでもシンプルに有利が取れるっていう。いやこのスカウトホークも、いや強いな、やっぱチームゲームでこのスカウトホークってめっちゃ強い。あー、もろバレやんこれ。なんか使い方も踏まえて考えると、どうだ、表面の制圧力というのがとんでもないものがあるから、私も取ってきた、やろう、おお。いやで、いやそれ、いやうまいね。もう前例押されちゃってるからカウンターがないよね。ボットももうこれ結構無理攻めに見えるけど、うん、やばすぎ。いやリーシーそれ行くの、いやいやいや、一番前、一番前、うんま、いやまだ行くの、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 いやえぐ早いな、まだ9分だよこれ。おー、いや9分で 8K、 2個目のオブジェ湧いてないって。いやこれ、いやスレッシュもそれ、いやでもうまい、ジェイジョンもうまい、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 いやうまいけど、だけどいや強いな。ジェジョンのリベン世界救いがちだから、うん、救いがちだけど、このいやアッシュリーシンスレッシュやばいなマジで。36の0012やけど、いや00128300ゴールドっすよ。でほいで後期ハルブレ積むんかいっていうね。あ、やっぱそうなんだね。あれ TF はあれなんだ、普通に APC なんだね。ちょっとあんまビルド見てなかったけど、それどころではなかった。まあ、そうね。すごいな。あ、うまい。もう完璧だね、リーシンも。俺も引けばいいのにね、これ。やばすぎでしょ、これ。またなんか起こってる。あ、ローやね。いや、早い早い早い。早い早い。また当たっとんか、これ。またアローやね。いや、湧くたびやん。もう足をクールダウンばっか積んどるから。うん。めっちゃ速い。ヒルヘイスト40。まあそうね、 T1 としてはこれ、まあ本当にリベンに かけてもサイドプッシュしてもらうしかないよね。そうね、とりあえず1回ミッドのアッシュを黙らせたい、うん、確かになんかアーリラカンとかで一回アッシュ倒して、うん、そうね、ちょっとまあ PC は結構今回ね T1 持ってきてるからいっぱい、そうそうそうっていうところで、ちょっとあの圧縮とかなんかちょっとあの変わったピック多すぎて、構成のあのどういう構成かっていう話全然しなかったわ。もうこのちょっと13桁ついちゃったけど、まあね、パッと見左の構成もそんななんか、うん、レーンからスノーボールするみたいな構成には見えないけど、うん、まあ後期とアッシュを逆にするとこんなになる。面白いね本当に、すごい本当に。やっぱね、いやまた行く。いやあ、でこれで入ってきたタイミングでシェーンも入ってくると、
すごい。いやでもこの全部落ち切った後のリーシンって一番強いよな。あでもどうだ、さすがにありそう。いやーリーシンがうますぎる。えぐー、もう金銭差というほかないですね。え、アッシュは悠々とミッドをしてる。また上がんの、まあ、まあ30秒で、これ30秒ちょっとなんだけど、アッシュルトって打ってる間も CD の対象が入ってるから、もう20何秒なんだよね多分。おお、合ってますかね。アッシュ使ってそうな、はい、分かってますよね。把握しておりますんで。正直うわ、しかもこれセルリダかも、本当にウルトだね、ウルトプラスフォーク。僕もこのビルド昔やってましたけど、最近はね結構マナムネからトリフォに行くことが多かったんですけど。ああそうなんだ。うん、まああとそれか、まあクリティカル、あのエッセンソラリとかで、せあの征服者じゃなくてリーサルテンポ持つビルド自分はよくやってるんですけど、いやーもう本当ウルト打つだけなのに、なんかもうスプリットプッシュしてるもんね、だってアッシュが。もうわかんないね。うん、もうサイドにウルト打って解説不能では。あ、もうミッド割ったから次トップ行くわ言うて。うん。そう、これもね、リベンも本当はねもっと前でプッシュしとかないといけないんだけどね。うん、飛んじゃうし。インセンサー相当苦しい。T1 としては。いや 16K は。えぐいなこれ。この金センサーともうそのキャッチして引き上がって。なんとか金センサー。もう逆行くしかないよね。そうね。でも逆行ったらいい日々なくなるけど大丈夫かな。もうやりたいだけや。もうしゃーないよなでも、うん、正直できることないよ。え、終わる終わる。わあ頑張ってウェブテスト。わあラカンナイスプレーすぎる。ラカンがめっちゃ頑張った。お。なんとかしのぎって。よくミニオンクリアしましたね。よくクリアしたの本当に。でも構成の強みが、まあ、T1 は本当キャッチだったんだけども、なんかそんなの言うあれもなかったな。終わっちゃった試合が3レベルで。クリーバーとトリニティフォース同時に積んでるリーシー初めて見たかもしれない。本当だ、あの、かぶってるね、あれが。楽しそう。パージのあれがかぶってますね。そうそうそう。すでにネクサス抜きだし。まあ、確かに相手も HP そんな積むキャラでもないから、ディヴァインってわけでもないのか。うん、何よりお金持ちだから。うん、っていう説が一番。いっちゃん高いアイテム買ったろうや。いやー、このキャッチ。いや、うますぎる。いや、やば。ほんでも構成関係ないやん。これできるなら。あつきさんに言っとくか。あやろ、いっちゃん強いで。いっちゃん強い。いっちゃん強いやん。ちょっギリ終わらんか。おお、リーシン、何それ。あー、スタッドナイスナイス。いやでも終わる、終わるくない、普通にもう終わったか。終わりました。うん、CA あるしね。うん、守れるか。いやでも、あー、おー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 、救う、世界救う男来た。やっぱ世界救いがちなんだよ。メジョン、リベ。これ大丈夫、ミニオン大丈夫これ。湧いた。大丈夫か大丈夫か。ここはいいし、1万7000で倍ついとるけど。え、世界大会であの2倍つくことあるんですか、ジャングルって。見たことないかも。やっぱもうフルビルドやん、リーシンほぼ。こんなに一方的になる。そうですね。だってリーシンでフロートベルト積んどるって、もうほんまに勝っとるときしかやないやつやん。うん、剣のグローリーも初めて見たし。ほんまやん。アッシュもだってあれやで、ね、もうエッセンいっとるで、さらに。適度な仕掛けであれば、そこだけスキルヘイスト積むね。そうですね。こういったところを的確に1キルずつ取っていって、僕調べてはね、40ぐらいでもそんな変わんないっすよ。そうね、スキルヘイスト効率悪くなっちゃうから、効率的にはもう40、50ぐらいで。なんとかギリギリジョンのリスポンも間に合ってと。いや、これでももう勝ってないん。スケールでいったらどうなんだろう、どっちが強いんだろうこれ。
まあ、CC はいっぱいあるからね。まあ、まあ、あとこのシェン狙う動きもいいっすね、T1。うん、頑張って。飛ばれちゃうから。まあ、これだからもうスティールするしかない、JY が。まあ、それは許さないよね、でも。よかったんですよ。本来近接なければ問題なかったんですが、うん、うわ、まあ、確かダメージはそこまでないけど、おもろなってるやん。これあと10回ぐらいやったら確かにフルビルド、フルビルドなる。もう15レベルだったから終わっちゃうか。さすがに、いやだって TF15 やで。15ちょっと強い TF。 コードカード、レッドカードか。音、インフラッシュスローしすぎ問題これ。お、お、あるのかこれ。線の W? いや、育ってる育ってる。W が。あー、確かに通常攻撃判定だから。そうそう。これでこれ取れたら。うん、これエルダーだしね。ワンチャン、ワンチャンはあるかも。これ T1 勝ったら世紀の大スロー試合やけど、大逆転ではある。うん、あとお金もほらリベン1万5000 TF1 万5000 TP2 枚買ってるけど、あとジャングルおらんかったらまあね。そしてシェンも落ちました。エルダ取ったからまあでもまあ1ドラか。ウーコンのお金もないしね。ちょっと苦しいな。バロン取られたら苦しいな本当に。ちょっと詰将棋感はあるけど、お願いジジョンだ。お願いジジャン、お願いジジャンの時間これもしかして。お願いではある。いやでもずっと仕掛けてんな TF。 TP 待ってる。これ裏 TP 違うわ。全表に TP して飛んでくるのはエリーの攻撃です。デスにこれ圧力クリスタルアローは中に入りますが、ここは CC そこまで長くありません。距離が近かった。アシュが、お、じゃあうまい、うまい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 。キーフが強い。え？おっと？ちょっと殴ってない殴ってない。線だったら取られるけど。うわー、うわーお前もう。50。どうなってるんそれ。50残ったね。何これ、これニスキ合わせないんだ。何これ。え、勝つん T1 もしかして。始まる始まる。ジェジョン劇場始まったかもしれん。あらら、もう気づいたら OK とかしかないからな。 OK、OK しかない。でもあんなに開いてたけど、え、16K だけど、もともと。アッシュ、もう。いや、これでもうまいね、この TF の。でも、サッシュも持ってないから、もう対応しようがないよな。うん、プロベルやもんね、アッシュ。そうですね。やはりチームファイト非常にうまいですね。うん。ただ、まあ、スマイトがね、いや、これ。いや、よう取ったな、これ、リーシン。惜しいな。でも、T1 取ってたら、本当に、うん。終わりまであったけどね。うん、いや、しかも待って、ボットインヒビ折れてないよね、大丈夫よね。あー、折れてる。3% です。涙は出るかも。あ、もうやるしかねえ。フラー TP して。当たるしかないよね、当たるしかないよね、これ。この時間の足ウルトはもう強くないよ、大して。やばすぎるし。なんでフル、なんで、なんで HP マックスなん。いやー、もう足いってるわ、ミッド。いや、集団戦勝つんだ。よくわからん。なんじゃこの試合。連勝でこの第一試合を制しました。まあチームフラッシュとしてちょっと中盤。まあでもしょうがないけど最後、いやリーシンのパフォーマンスでえぐいなこれ。そうね、リーシンすごいし、うん、まあそれとちゃんとコミュニケーション取って多分。やってた、うん、アッシュとボットレーン、うん、
下4人でもうむちゃくちゃやったな。うん、下半身でボコボコにしたね。やばかった。まあ、じゃあちょっと総評に移らせていただきます。はい、それではね、ちょっと総評の方に移らせていただきたいんですけれども、まあなんか、うん、なんだろうな、総評っていうほど話せる、まあ、あれもないぐらい、ちょっと T1 がぶっ壊しちゃったかな、 T1 のコンセプトぶっ壊したかなと。うん、まあそうね、うん、まあなんか T1 側の、まあ、コンセプトとしてはやっぱこう、まあ、まあリベンもいるしっていうと、トップのスケールもあって、であと全員 CC 持ち、うん、っていうとこで、まあ、羅漢のこうウルトエンゲージだったりで、こうオブジェクト前とかで多分こう一気に集団戦一人キャッチしてから集団戦起こすみたいな、うん、のでどんどんお金差つけていくっていう多分コンセプトがあったと思うんですけど、このウーコンがまあちょっと5レベルまでそこまでジャングルが強くないっていうのを生かして、もう全部ぶっ壊したかなと、チームラッシュは、まあ、ポットレーンとアシとリーシンで、まあ、そう、まあ、あれもうそれが全てなのかなと。本当にこのミッドアッシュでね、ウルト打ってっていうのと、このスレッシュリーシンのこのスタンだった機動力っていうのが本当に相性がエグかったかなと。うん、なんか T1 側なんかありました？ちょっと T1 側は、まあ、うん、もうとんでもないお金差をつけられてはいたんだけど、うん、やっぱり集団戦、最終的には集団戦を起こせて、うん、まあバロン前だったりとかその後で、そう、ね、まあ、自分たちのやりたいことは一応できて、まあ、それによってお金差をだいぶ戻すことができたんで、やっぱでも16K 差ついてたところからまあね、うん、6K ぐらいでエルダー取ったから ね、一応、うん、まあ、ちょっとまあそれはチームフラッシュが遊んでたっていう部分もあるかと思うんまあ否めなくはある、うん、ね、まあまあまあ T1、 まあでも本当にあの TF ね、ツイステッドフェイトがあのバロンの前で裏に飛んでアッシュキャッチして落としたみたいな動きとかを見るに、やっぱこうこのチームのコンセプトっていうの、このキャッチだったりのチームプレイっていうのは本当にできてたのかなと思います。はい、で、まあ、ちょっとまあターニングポイントにまあ移らせていただきたいんですけど、まあ、もう分かりますよね、どこかって。まあちょっと見ていきます。1分48秒です試合が動いたのはここなんですけど、まああのレーン勝ったんですよね、 T1 側が、うん、勝ってフラッシュを切っちゃったのに対して、このこれですよね、このリーシンのダブルキルと、まあ、やっぱりアッシェが一人でレーンを押し込んで勝ってるから、うん、T1 としてはボットでキル取って結構安心して、あ、じゃあ、うん、押されてるミッドレーンの問題を解消しようって、ラカンで、ね、とりあえずウェーブを押し込んでもう一回展開しようみたいに考えてたと思うんですけど、うん、まあ、確かベタ足だし、うん、やっぱそこでフラッシュでも落とせればね、そうそうそう、もうガンクプレッシャーでこうミッドをプッシュできない状態が続くっていうのがやりたくて、うん、わざわざミッド行ったのに、そこに対してこのリーシンの動き、うん、で2キル取った後っすよね、ここ足今ウルト飛んでるんですよ、ここで飛んでて、でそのまま帰ってきたばっかりのこのツイステッドフェイト取ると、ここにワード置いてんのえぐいよね、まず、いや、えぐい狭間にパワーとタワーの3キル、これでこれやばすぎる、ね、これはこれやばすぎる、これ本当にえぐい、ボットのセットアップもえぐいけど、やっぱ一人でレーンプッシュ勝って、うん、まあ、ウルトを飛ばすアッシュもうどっちもすごい、そうね、本当にえぐい、本当このチームラッシュのこのね、畳み方っていうのもおかしいけど、序盤からの動かし方本当にえぐかったなというところが、まあ、ターニングポイントかなと、うん、もうまあここからもね、まあ、ずっとアッシュウルト当ててエンゲージっていうのを続いてて、このアッシュの仕方が本当にうまかったですね、うまかった、うん、でまあちょっと僕らはね、僕今日まあちょっと未来から来てるんですけども、この試合見てるとき、チームフラッシュがね負けちゃうっていうね事態もあるっていうね噂が聞いておりますと。ああ、そうね、そうね、そう、まあオメガ e スポーツっていうところなんですけど、どんだけ強いんじゃと、やばい中やばすぎる、そうで、中国の話もちょっとね触れる、なんかせっかくねダーク選手に来ていただいたんで、ちょっと聞きたいななんて。いや、とにかくまあその集団戦がやばすぎる、
結構記憶に残ってるのが、はい、どうだったフラッシュルーズと、はいはいはい、あどこだっけノバだっけ JDG だっけ、うん、あどっちだったっけなあれどっかがやっててあれファンプラスか、うん、どこか忘れちょっとド忘れしちゃったんだけど、うん、結構マクロとか、うん、こう運営で、うん、フラッシュルーズがもしかしたら勝ってる 勝つかなと思ったんだけど集団戦のあまあ中国どのチームにも言えるんだけど集団戦のアグロピンポンだったり全員の立ち位置だったり、うん、なんか補給みたいなのが合いすぎててちょっと上手すぎるね中国集団戦がとにかく中国の集団戦の時は5人がちょうど同じぐらいのヘルスでそう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 よう見るもんなんかアグロピンポン上手すぎてそうもうアグロピンポンがポンポンポンですこれやばいっすで本当に集団戦上手いよねうん、どんだけ5人でトライアンドエラーしてめっちゃ練習してやったんかなってやっぱそこにねやっぱね僕たち、はい、プロをやらせてもらってますからそうねああいう勝たないといけないんでああいう集団戦を目指してやりたい、はい、そうね、うん、やっぱあと僕も、まあ、中国こういろいろ大会見てて思うんですけどこうリヒシンとかを取った時の序盤でちょっと有利取ってからのこの中盤の広げ方早いし本当に上手だよね本当にもう振り回してるなって相手を、うんうん、なんか相手としてはもう一呼吸もする間もなく、うん、あこっちにいっぱいいるからこっち行かなきゃと思ったらもう逆サイドのタワーがなくなってるみたいな速度感 でそれがやっぱ上手いのが僕 JT、うん、J チームそう、ね、だと思うんでやっぱそこもね本当に中国はすごいなとやっぱそこも残ってますので皆さんねぜひあのウォッチパーティーとか出たらあるんですよ楽しみです、まあ、勝ったチームだったりのこの世界大会に関してあの BCSL 公式チャンネルの方でウォッチパーティーを開催中ですというところでぜひぜひ遊びに来てください本当に今日ですねもうまあこの動画が上がってる日だと思うんですけれどもあの SG 対チームクエスト日本勢ですねの戦国ゲーミングがチームクエストと戦いますのでそちらの方もウォッチパーティーやりますのでぜひ遊びに来てくださいねえねまたね僕のチャンネル登録とこの動画の高評価ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします普段はワイルドリフトだったりロールの方の動画やライブ配信を行っておりますのでこの動画以外もよろしくお願いしますあと、この、まあ、最初にもお話ししましたけれどもラーク選手のねツイッターの URL も載せてますのでぜひぜひフォローよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。